皆さんこんにちは、2018年賃貸不動産経営管理士ガイダンスを始めます。担当はレクセン認講師有山です。どうぞよろしくお願いいたします。本日は賃貸不動産経営管理士という資格について、15分程度でガイダンスをさせていただきます。早速こちらのレジュメをご参照ください。はい、こちらです。1ページ目に2018年賃貸不動産経営管理資格説明会と講座説明会、賃貸不動産経営管理士ってどんな資格勉強法はと記載がございますが、こちらの資格についてご説明させていただく前に、不動産業界、どういった形になっているんだろうというのを、軽くご説明させていただきます。でまず、不動産業界というと多分取引をイメージされる方が多いと思います。というのもお勉強されている方も聞かれていることと思いますが、宅建の資格はこの取引、賃貸仲介ですとか、マンションの売買、物件を、建物や、宅地を取引するときに必要な資格が宅建ですが、取引がまず一つ目と、もう一つが、デベロッパーさんなどが、土地を鳴らしてそこに大きな分譲マンションを建てたりですとか、ショッピングモールを作ったりですとかの開発が2つ目で、もう1つが今度は管理というものです。でこの管理、3つ目の管理なんですけれども、管理は大きく2つに分けることができます。分譲マンションの管理と、全棟賃貸の賃貸マンションの管理です。でこちらの賃貸マンションなんですけれども、今までですね、特段こうこういった法律でどうこうしましょうといった制約がなかったんですね。で当然宅建のお勉強されている方はご存知のことと思いますが、自ら賃貸、自分が持っているお部屋を貸すですとか、そういったものは、業には当たらないとなっておりましたので、素人の、一般的な大家さんも当然普通に貸しているんですけれども、じゃあその貸す時に知識がなくてもできるのかというと、実際のところは借主さんを探すのは難しいですね。難しいので今までは管理会社さんというところに、管理を委託したりですとか、借主さんを探してくださいねという形で賃貸仲介の不動産業者に委託をしていたような形です。でこちらの、当然取引については宅建業法で、制約がありますが、この賃貸マンションの管理業、管理業っていうと例えば水漏れがありましたですとか、そこに住んでいる方が家賃滞納をしているですとか、そういった時に対処することを、講義で、管理というんですけれども、そちらの管理については、一切制約がなかった状態なんですね。ですが一旦消えますね。はい、レジュメご参照いただきたいんですけれども、賃貸住宅管理業者取引制度というものが生まれまして、こちらに賃貸住宅、全棟賃貸のマンションを、マンションもしくは、お家ですね、を管理する業者さんは登録をしてくださいねという、現時点では任意なんですけれども、そういった制度が生まれました。で、そちらの制度の中では、その管理会社さんには賃貸不動産経営管理士等とありますが、この等というのは実務経験がある方のことです。賃貸不動産経営管理士を置いてくださいねという義務が課せられるようになりました。で現時点ではこちらは、法律ではないんですけれども、将来的には、法律に基づく公的な資格になる可能性を秘めています。今一番ですね、国家資格になるのではないかと言われている資格がこちらの賃貸不動産経営管理士が、その一つでございます。でこちらですね、年々、そういった噂もありますので、年々難易度が上がってきておりまして、はい、レジュメの3ページ目をご参照ください。3ページ目です。本当に年々ですね、合格率が下がってきているんですね。で昨年度平成29年度は、はい、48.3% と徐々に難しくなってきているところでございます。そのため、いち早く今のうちに資格を取得しておいた方がいいのと、万が一、こちらの1ページ目に戻りますが、はい、こちらの登録制度が、法律に基づく公的な、ものになった場合は、当然その年からはさらに難易度が上がりますね。賃貸不動産経営管理者国家資格だとなりますので、当然難しくなるのではないかなと言われておりますので、いち早く取得した方がいいよという資格でございます。はい、でこちらの賃貸不動産経営管理士ですが、はい、
試験はですね、11月の18日に行われます。で、こちらのガイダンスをお聞きになられている方、宅建のお勉強をされている方が多いと思うんですけれども、宅建の試験は2018年は10月の21日日曜日ですね。で、そちらが終わってから、28日間ございます。約4週間ですね、4週間ございまして、その4週間の間でしっかりと対策をすれば今ならまだ、合格いけるんじゃないかなというような難易度です。で、この4週間でお勉強するというのは結構大変なんじゃないのと思うんですけれども、実はですね、試験の内容がかなり宅建と被っているんですね。レジュメで言いますと、はい、こちらが4ページ目ですね。はい、4ページご確認ください。超短科目別得点攻略とありますけれども、はい、宅建とですね、内容がかなり被っている箇所がございます。まず、賃貸借契約についてはもう大かぶりです。で、9問2017年では出ておりますよというところで、さらにこちらです。はい、賃貸管理の意義ですとか役割も、まあ、宅建業と関わりがあるかというと、まあ出てくるかなというところです。で、賃貸住宅の管理業者の登録制度も似ています。宅建業と似ていますと。で、賃貸不動産経営管理士についても、まあ、宅建士とはやや性質が違うんですけれども、重要事項説明書を交付したりですとか、契約内容の、契約書面を交付したりですとか、そういった点ではかなり似ているところがございます。宅建士と似たような役割を持っているのが、賃貸不動産経営管理士ですね。はい、で、今度賃貸管理業系はというところもあるんですけれども、管理の実務については正直なところあまり出てきません。というのも、保証会社さんとの関係性ですとか、もし家賃滞納があったらどうしましょうかですとか、そういったところはやはり宅建業とはなかなかちょっと関わりがないので、というところなんですけれども、まあ宅建業の知識があれば、宅建の知識があれば対応できるかなというところです。はい、で、さらに、賃貸業への支援業務というのも、まあ、似ていますねというところですね。で、こちらの、建築設備系につきましては三角とあるんですけれども、建築基準法については宅建の知識で対応が可能です。可能なんですけれども、他、水道ですとか、電気ですとか、そういったライフラインについての、特別な知識につきましては、インプットが必要かなというところです。で、正直なところ、まだ独学でもいけるかなと思うんですけれども、なんと公式テキストこんなに分厚いんですね。すごい分厚いんですよ。で、しかも知識もまあ細かく書いてありまして、これをご自身で試験に出そうなところを抜粋するのはなかなか難しいかなと、ちょっと色が消えちゃいますね。難しいかなというところでございます。で、まあ、こういったふうに、こういったふうに、まあ、宅建と被るところはあるんですけれども、じゃあお勉強しないでいけるかというと、やはりこちらの、設備系ですとか賃貸管理業系の知識のところはどうしても対策が必要かなというような、試験の出題内容になります。で、特徴的なのがこちらですね、40問の試験なんですね。40問と。で、昨年度の合格点は27点で、合格基準点27点かなというところでございます。はい、次のページめくっていただきますと、特典の、戦略というものがございまして、こちら先ほどもお話しさせていただきました内容と、まあ、やや被っているんですけれども、ほとんどが宅建試験で、宅建試験の勉強で、基礎ができているので、割と対応がしやすいところになります。特にこちらの、はい、法令系につきましては、全般的に基本的な問題がほとんどです。で、宅建試験でお勉強された内容でしたら、まあ、そのまま対応できるかなというところで、まあ、正直一部分だけ確認が必要なところはあるんですけれども、かなり宅建試験のお勉強されている方は仕上がっているかなというところになります。で、特に賃貸借契約につきましては、民法の普通建物賃貸借契約ですとか、あとは定期建物賃貸借契約のルールが分かっていれば、かなり戦えるところになります。はい、
で次は登録制度系ですね。でこちらは公式テキストに記載されている内容かなりあるんですけれども、じゃあどこが出るのというのはやはりお一人で独学で見つけるのはやや難しいところになります。で特にこちらの、賃貸管理業務系ですね、ここはもう実際に実務のところになるので、例えば家賃滞納した方がいたとして、そちらの住戸開かないように、外側から鍵をつけるような商品があるんですけれども、じゃあこの鍵つけていいのかとか、そういったような細かい分野についてのお話になります。まあ、正直難しいかなというところですが、実際に今不動産業界にお勤めの方は、まあ、もうちょっと笑える、これはやるでしょうと思っているようなことが実はやっちゃダメでしたよというようなところもあったりするので、割と親しみやすくて楽しいかなというところになります。で建築設備系はそうですね、宅建の試験でも、当然出てくるところではあるんですけれども、対応できるのは建築基準法のところかなというところで、他の、構造ですとか換気の設備、あとは駐車場ですとか、細かいところで言うと、床面どれくらいの明るさをキープしなければいけないのかですとか、そういった細かい数字のところも出てきますので、こちらも独学ですと少しポイントが見分けづらいかなというところでございます。はい。で実際にこういった形で問題があるんですけれども、はい、定期建物賃貸借契約に関する次の記述のうち適切なものはどれでしょうかというの、宅建の試験とかなり似ていませんかね。というより宅建の試験でもこういった問題出そうな感じがありますよね。はい、定期建物賃貸借契約です。定期建物賃貸借契約の事前説明において、更新がなく期間の満了により契約が終了する旨を記載した書面を交付して、口頭で説明したとしても、契約書に更新がなく期間の満了により契約が終了する旨の記載がなければ、更新がない定期建物賃貸借契約として有効に成立しないと。そうですよね。あ、丸だなと、丸だなと。これは実際には賃貸不動産経営管理士の、試験ではございますが、宅建のお勉強でそのまま正解が出せるような内容になりますよね、というような形でございます。はい、他の正解にしてもございますが、こういった形で実はですね、ほとんど内容はかぶっているところが多くてですね、ぜひ宅建をお勉強されている方は、これが終わった、宅建が終わった後でそのまま、賃貸不動産経営管理士もチャレンジしていただきたいなというところでございます。というのも、宅建が終わってしばらくするとだいたい内容が頭から抜けてしまうんですね。で抜けてしまうと非常にもったいないです。というのもかなり被っている箇所があるので、ぜひ今年宅建も取りながら、賃貸不動産経営管理士も取ると、目標を立ててやっていただければと思います。はい、続きまして、実際に賃貸不動産経営管理士の過去問から、借地借家法と、賃貸借についても、確認をさせていただければと思います。はい、これもですね、かなり宅建と被っております。というより宅建の知識があればほとんど対策が取れるんじゃないかな、対応できるんじゃないかなというところです。ちょっと消えますね。はい、いきます。定期建物賃貸借契約に関する記述のうち適切なものの組み合わせはどれでしょうと、先ほど見たものになりますが、はい、まずあはその通りと、適切でしたよね。じゃあ今度いです。はい、定期建物賃貸借契約書面によって締結すれば有効、公正証書によって、必ずしも公正証書によって締結する必要はないと。その通りでしたよね。はい、丸と。じゃあ今度うです。はい、契約期間1年間とする定期建物賃貸借契約においては、借地借家法38条第4項に基づく終了通知は必要とされていない。あれ、そうだったっけと、宅建を勉強されている方、ちょっと考えてみてください。はい、1年以上の契約の時は、1年前から6ヶ月前までに通知が必要だったんじゃないかなです。はい、×。次、A です。定期建物賃貸借契約の保証人は、定期建物賃貸借契約が期間満了後に再契約された場合、引き続き、保証債務を負担する旨を口頭で承諾したときは、はい、再契約後の債務について保証債務を負う、負いません。はい、保証債務は、書面で契約しなければいけませんが、ここがですね、ちょっと宅建の試験だけだと
考えればいけるんですけど難しいかなというところです。でこちらは賃貸不動産経営管理士の公式テキストには明確に記載があるんですけれども、保証人になっていた方が再度口頭で承諾したとしてもダメですという決まりがございまして、定期建物賃貸借契約の時は再度あの書面での契約をしてくださいねというルールがあるんですね。でこうすると絵が×なんですけれども、まずあと「い」はもう間違いなく「丸といけるかなと。いけるかなというところなのと、もし、ここが分からなかったとしても、うが×だということが分かれば、はい、見ますと問いにうがあって、問い3もうがあって、最後問い4もうがあるというと、はい、必然的に あといが正解なんだなというような形でも出せますよという、割と宅建の試験です、宅建の勉強で、培った知識でそのまま戦えるような内容でございます。はい、では次です。はい、定期建物賃貸借契約の知識についての確認になりますが、はい、定期建物賃貸借契約というのは、更新がなくて期間の満了によって終了する契約のことです。で当事者が合意した期間で、1年未満でも OK ですよとなっておりまして、終了するときにはこちらですね、1年前から6ヶ月前までの間に通知をしないといけないっていうようなものがありましたよねと、丸かぶりでございます。宅建と賃貸不動産経営管理士ですね、というような内容でございました。はい、続きましてこちらです。賃貸借契約の更新拒絶に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれかという問題です。1です。貸主は自ら、建物の使用を必要とする事情が一切なくとも、立ち退き料さえ支払えば正当事由があるものとして更新拒絶をすることができると、×です。立ち退き料さえ払えば、正当事由があるとみなされないというのを宅建のお勉強でインプットしてますでしょうか。立ち退き料だけ払えば OK なわけではないです。立ち退き料ですとか、貸主と借主どっちがよりそこの物件建物を使いたいのかとか、そういった事情を複合的に判断するのが正当事由でしたよねというところで、1は×です。はい、次です。2、更新拒絶の通知時点では正当事由が存在していなくとも、通知後に事情が変わって、正当事由が具備され、正当事由が具備された状態が、事情変更時点から、6ヶ月間持続した場合、解除の効果が生じると。これは結論から言うと丸なんですけれども、宅建の試験だけだとちょっとどうかしらとはてなでも振っておきましょうか。はい、次3です。建物の老朽化が著しく隣家に損傷を及ぼしていると。はい、貸主は当面自己使用の必要性がなくとも、立ち退き料を提供することなく更新拒絶することができると、立ち退き料いるんじゃないかなというのをイメージできますかね。立ち退き料は必要なんじゃないかなというところでございます。はい、×ですね。でこれは立ち退き料提供することなく更新拒絶できると言い切っちゃっているので×です。もしかしたら場合によってはあり得るかな、どうかなと、一概にはこういったふうに明文化されておりませんというところでございました。はい、次4です。建物には当たらない駐車場、施設の利用契約について、貸主が更新拒絶をするためには貸主に、施設の使用を必要とする事情のほか、立ち退き料の支払いにより正当事由が認められなければならないと。これ、ちょっとぼーっとしてると、確かに立ち退き料の支払いと必要な使わないといけない事情の2つがないと、で総合的に判断されて正当事由が認められるから丸かなとしちゃいそうなんですけれども、今何についての話をしていますかね。これ、はい、建物には当たらない駐車場施設と、これはそのまま立ち退きしてもらえるんじゃないかなと、民法の賃貸借の、規定が適用されますよね、されますよね。なのでここでちょっと騙されちゃいそうなんですけれども、はい、駐車場施設、建物には当たらない駐車場施設の利用になりますので、借地借家法が
適用されないんですね。はい、×でございましたというところで、若干2がどうなんだろうと。その通知をした時点では正当事由が存在しなくてもいけるのかなどうかなと、はてな、なんですけど、いや1と3と4を見ると宅建の知識だけでも、まあ、正解が導き出せるかなという問題でございました。はい、で参考でこちらに過去問も、あの宅建の過去問も載っておりますのでご参照いただければと思いますけれども、はい、結構似てますね。はい、A は B と B 所有の公建物につき賃貸借契約締結と、B が A に対し契約の解約を申し入れる場合に明け渡しの条件として一定額以上の財産上の給付を、立ち退き料ですね、言い換えます、立ち退き料を申し出たときは B の解約の申し入れに正当事由があるとみなされる。でこれ結論×で、あの立ち退き料だけでは正当事由ありとはみなされませんよと、またこう同じような内容が出ておりますよねというところでございました。はい、契約期間の、最長期間ですとか最短期間につきましては、宅建の試験でもしっかりとあの問われる知識になりますのでご確認いただければと思います。はい、そうしましたら次ですね、9ページの問い3に移らせていただきます。はい、3ですね、賃貸借契約の成立に関する次の記述のうち正しいものはどれかという問題です。はい、でこちらですが見てまいりましょう。はい、賃貸借契約は賃貸借の目的物である物件の引き渡しにより成立すると、はい、こちらは×になっておりまして、これの内容はどういったものかというと、賃貸借契約の成立要件に賃貸目的物件の引き渡しが必要かどうかというところなんですけれども、これ引き渡しは契約の後ですね。で賃貸 の仲介をされている方なんかだとよく鍵渡しとか言ったりしますけれども、あの契約成立後に、鍵をお渡しすると、でお渡しするのが引き渡しに該当するんですけれども、じゃあその時まで契約成立しないかというと違います。契約書類等を取り交わした時ですとか、に成立しますよとなっておりますので、引き渡しにより成立するは×でございます。はい、次2です。賃貸借契約を成立するためには、貸主借主が、書面を印する、賃貸借契約書の作成が必要であると、はい、こちらも、契約書の作成は不要でございます。もし宅建業者と、素人の方がお取引をするという場合には当然、重要事項説明をした上で賃貸借契約書に代わる37条書面というものの交付が義務付けられておりますけれども、今回の場合は賃貸借契約は、両者の意思表示、借りますと、貸しますというのが合致した状態で、契約が成立しますので、こちらは、書面の作成は不要でございます。はい、次3です。建物の所有者と借受け希望者による賃貸借契約の締結に向けた交渉が進み、交渉の相手方に契約が成立するであろうという強い信頼が生まれる段階に達した場合には、その信頼は法的な保護に値することから賃貸借契約が成立すると。これ正直個人的には丸にしたいんですけど、結論これは×です。でどうしてこれ×かというと、もしかしたらこう成立することもあるんですね。あるんですけれども、実際に、これが OK にしてしまうと私もすごく言いたいことが何度もあるんですけれども、例えばご契約金の入金が済んだけれどもまだ契約書を取り交わしていないですとか、そういった時に宅建業者がお客さんに対してキャンセルですかと、もうすでに入金も済んでおりまして、入金が済んでいるということはすでにもうご契約の締結に向かっているというふうに見なされますよねと、もう言い換えれば契約が締結されたも同然ですと言いたいですね。言いたいんですけれども、こんな決まりはございませんと。あの強い信頼が生まれる段階に達した場合はもう契約が成立するとやりたいですけどできませんとなっております。はい、そうしますと消去法で4が丸なんですけれども、はい、宅建業者は、宅地または建物の貸借に関しその媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に契約内容に関わる書面を交付してくださいねと。はい、これは、37条書面のことです。37条書面ですね。
でこちらは宅建の過去問でしっかりともう出てきている部分になりまして、はい、建物の賃貸借契約において宅建業者が貸主代理として借主と契約を締結した場合に、宅地建物取引業法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面は借主のみに交付すれば足りると、これは×と。37条書面は言った言わないといったトラブルを防ぐために借主と貸主両当事者に対して交付してくださいねという内容でしたよねというところで、まあ、割と被ってくるかなというところでございます。はい、でこちらの37条書面内容を確認していきましょう。まず35条の重要事項説明書と37条書面の記載内容は全く異なりますが、こちらの37条書面は先ほども申し上げた通り、貸主と借主もしくは売主と買い主の、契約、こういう内容で売ります、こういう内容で買います、もしくは、今回のケースでいうとこういう内容で貸します、こういう内容で借りますという、契約の内容を、お互いに交付することによって、その後のトラブルを防ぎましょうというような内容ものになっております。そのため当然記載しなければいけないのは、はい、代金交換差金ですとか、借地の額、支払い方法、支払い時期、まあ、賃貸だと、まあ、往々にして27日に翌月分を、口座引き落とし、もしくは口座振り替えでお願いしますねというのが大半ですけれども、そういった内容、具体的にじゃあいつどういった方法で払っていけばいいんでしょうかというところ、37条書面には記載が必要ですとなっておりまして、さらに、まあ、今回賃貸借については特段ないですけれども、移転登記の申請時期ですとか、物件の引き渡し時期、いつに引き渡し、いつから使えますよですとか、そういった内容は必要ですよねと。でこちらだと、賃貸借の契約書だとだいたい2018年の10月21日から2020年の10月20日まで、10月20日までの2年間の契約ですと。で、まあ、だいたい普通借家契約で更新が可能ですというような記載がございますけれども、その契約開始時期が物件の引き渡し時期に該当するかなというところでございます。はい、こういった内容がもろもろございますが、35条書面の記載内容と37条書面の記載事項はそれぞれ、ぜひ押さえていただきたいポイントでございます。でこちらは当然賃貸不動産経営管理士の試験でも役に立つんですけれども、宅地建物取引士の資格試験でも、かなり重要なポイントになりますので、ぜひ押さえていただければと思います。はい、次の問題に参りましょう。次がこちらですね、4です。借地借家法第32条の賃料増減請求に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれでしょうかと。はい、1です。借主が賃料減額請求に関する事件について訴えを提起しようとする場合、それに先立って調停の申し立てをすることができるが、調停の申し立てをせずに訴えを提起することも認められていると。はい、でこれは結論、×です。まずルールとして、両当事者間で借主さんと貸主さんとの間でお話し合いをしてくださいと。ちょっと高いと思うんですけどと、借主さんが。でオーナーさんはいやいやいやと、最近近くにショッピングモールもできたからむしろ安いくらいなんじゃないかなと。そうすると交渉だと意見が合わないですね。そうしましたら次が調停です。で調停をしても整わなければ最後に訴訟をというような一連の流れを、組んでくださいねというようなルールになっておりますので、こちらはまず1は×でございました。はい、次2です。借主から賃料減額請求を受けた貸主は、裁判が確定するまでは減額された賃料の支払いのみを請求することができるが、裁判が確定した場合においてすでに受領した、賃料分に不足があるときはその不足に、年利1割の、支払い期後の利息を付して請求してくださいと。これも結論×です。はい、どこが×でしょうか。減額された賃料の支払いのみを請求することができるというところが×です。はい、でルールとしましては、これは宅建の試験の内容でも出てきているところなんですけれども、相当と認められる額を請求して OK というルールでしたよね。で相当と認められる額ってじゃあいくらなんだろうと、実際には今まで払ってもらってきていた賃料相当額
とが、相当というふうに考えられます。よろしいでしょうか。はい、減額された賃料しか請求できないわけではないです。相当額の請求が可能となっておりますので、選択肢には×でございました。はい、次さんです。普通建物賃貸借契約において一定期間賃料を減額しない旨の特約がある場合であっても、借主は当該期間中、賃料の減額を請求することができると。でまず、こちらの借地借家法の試験を解くときに考えていただきたいのは、借主に有利かな、借主に不利かな、この特約は一体どっちなんだろうというふうに考えてください。そうしますと、はい、一定期間賃料を減額しちゃいけないという特約は借主にとって有利ですかね、不利ですかね。そうですね、不利ですね。借主にとってこちら不利になるので、この特約は無効になりますね、無効になりますね。で考えますと、はい、借主はこういった特約があったとしても当該期間中に賃料の減額を請求することができますよね。で3が丸と、こちらの問題は3がピンポイントで丸にできるかなというところでございますが、はい、選択肢4です。借主が契約期間中に賃料の減額請求をする場合には、契約開始時期に遡って賃料の減額をすることができると。で賃料の減額ですとか賃料の増額につきましては一定のルールがございまして、未来に向かってしか効果が生じません。契約開始時に遡ってですと×でございました。もし契約開始時まで遡って OK とかにしてしまうと、例えば10年前の相場と今の相場って全然違うんじゃないですかねというふうに、あの 1,2 年で考えてしまうと、確かに遡って請求できるかもしれないと思っちゃいそうなんですけれども、もう少し大胆に10年ですとか、長い期間で考えるとちょっと遡ったらいろいろと大変なんじゃないのかなというのがイメージできるかと思います。はい、4は×でございました。で宅建の過去問にも類似の問題が出ておりまして、こちら参考にはなりますが、賃貸人 A 個人と賃借人 B 個人の間の、居住用建物の賃貸借契約において AB 間で3年間家賃を減額しない旨、特に書面で同意した場合、その特約は効力を生じないと。うん、その通りです。先ほどの3 の、 あの正解詞と同じような内容になっておりまして、減額しないという特約につきましては当然借主にとって不利なので効力を生じませんというところでございました。はい、賃料の増減請求権につきまして確認させていただきますが、家賃の上昇が、建物の、借賃が、土地もしくは建物に関する、租税ですとか、その他負担の増減、土地もしくは建物の価格の上昇低下、経済事情の変動というと、そうですね、周辺にショッピングモールができたようですとか新しい駅ができましたようですとか、そういったもろもろで比較したときにちょっと高すぎとか安すぎというときは、はい、未来に向かって、賃料の増減額を請求することができますよというルールでしたよね。で実際にじゃあ両当事者の話し合いもしくは、訴訟などによっていくらにしましょうねと決まったときです。決まったときは、はい、決まるまでの間裁判をしているので、一定期間、例えば6ヶ月ですとかないしは1年間ですとか、一定期間、相当と認められる賃料だけのお支払いをしていましたね。で足りなくなったとき、もし低いと認められたときは当然払いすぎなので大家さんは預かっている分を一部返還しなければいけないですし、じゃあ今度値上がりが認められた場合は借主は今までの相当と認められる賃料しか支払ってこなかったので、今度は払ってなさすぎ、少し、追加でお支払いしなければいけないものが発生しているので、その分は利息をつけた状態で大家さんに払うというルールがございました。はい、でその時に、年利1割の割合による、利息を付して返還してくださいねというのが、賃料の増減請求権の、概要でございます。はい、次に参りましょう。はい、次が5です。建物所有の、ごめんなさい、賃貸不動産の所有権移転と、賃貸借契約上の地位の移転に関する記述のうち最も適切なものはどれでしょうかという問題になります。はい、選択肢の1です。貸主が自己の所有建物を借主に賃貸して引き渡した後、
第三者に当該建物を売却し所有権移転登記を完了した場合には特段の事情がない限り、貸主の地位もこれに伴って第三者に移転し、敷金に関する権利義務も第三者に、承継されるよと。でまず、チェックしていただきたいのが、はい、賃貸して引き渡しを受けておりますと。で建物ですとか、を借りた場合の対抗要件って何でしたっけ？物件の引き渡しですよね。物件の引き渡しをすでに受けていますと。受けている後に、はい、所有者が変わりましたよと。つまり賃貸人が変わりましたよということになりまして、その場合は敷金に関する権利や義務もその新しい新賃貸人、第三者は新しい賃貸人です。新賃貸人に承継されるというルールがございます。はい、こちらは丸でございました。でもピンポイントで1が丸なんですけれども、2、3、4も見てまいりましょう。2です。建物について抵当権が設定され、その登記がされた後に、賃貸借契約が締結された場合、当該抵当権が実行され、買い受け人に当該建物の所有権が移転したときは、貸主の地位は当然に買い受け人に移転すると。で、今回の場合は、じゃあどっちが先でどっちが後なんだろうというふうに考えてみてください。はい、まず、抵当権が設定されて、その登記がされた後に、ということはこれは先ですね。はい、先と、賃貸借契約が締結された後、賃貸借契約は後ですね。はい、後、先、後、大丈夫ですかね。はい、の場合に実際に抵当権が実行されました、どうなるんでしょうかというと、抵当権の方が先に対抗力を得ているので、今回の場合抵当権が優先されます。で実際に賃貸借契約が締結されて引き渡しを受けていたとしても、こちらの貸主の地位は当然には買い受け人には移転しないですね。でもしこの、買い受け人、あの契約人の方が、オーナーチェンジというんですけれども、今お住まいになっている方がいる状態で、その方が、支払ってくれる賃料の賃料収入を目的として契約している場合には、おそらくこのまま貸主の地位を承継して新賃貸人として今お住まいの方との新しい賃貸借契約をするような形になるんですけれども、もしこの契約人が自分が住みたいという、自分が住むために契約していた場合は、貸主にはならず、そのまま今の借り主に出て行ってくださいというふうに言うことが可能になりますよねというところで、当然には買い受け人に移転するわけではないですと。なんか分かりましたでしょうか。はい、2は×でございました。はい、じゃあ次3です。建物について抵当権設定登記がされる前に賃貸借契約が締結されて、借り主が当該建物の引き渡しを受けた場合、引き渡し受けた場合、その後に設定された抵当権が実行され、買い受け人に当該建物の所有権が移転したときは、建物を明け渡さなければならないが、買い受けから6ヶ月間は猶予されると。はい、今回もどっちが先でどっちが後か考えていきましょう。はい、その後に設定された抵当権ということは、こちらは後ですね。じゃあ先は何でしょう。はい、引き渡しを受けました。と、対抗力を備えてますね。こっちが先と。そうしますと、はい、今回の場合は、借り主は建物の引き渡しを受けた、つまり対抗力を備えておりますので、その後に抵当権が設定されてしまっても、そのまま引き渡しをしなくてもいいですよとなっておりますので、こちらの明け渡さなければならないどうのこうのが×と。で3は×でございました。これも宅建の、お勉強しているときに出てくる内容になりますので、宅建を勉強されている方はその知識でそのまま応用ができたと思います。はい、次4です。担保権の登記がされていない建物について賃貸借契約が締結され、借主が当該建物の引き渡しを受けました。その後に当該建物が貸主の債権者によって差し押さえられ、競売された場合は、借主は建物を直ちに明け渡さなければならないと。はい、これの場合は、不動産強制競売になるんですけれども、消えますね。直ちに明け渡さなければならない×でございます。こちらの場合はですね、当然この段階では、
登記がなくても、ごめんなさい、明け渡さなければならないが罰になりまして、登記がされていない担保権、言い換えます、抵当権です、抵当権の登記がされていない建物に、賃貸借契約が締結されて引き渡しを受けたが先ですね、先、はい、でその後、はい、ごめんなさい、担保権なので抵当権ではないですね、担保権の登記がされておらず、その後、債権者によって差し押さえがされたと、差し押さえが後です、はい、そうしますと先は引き渡し、あとは差し押さえ、そうすると、借主の立場は新所有者、つまり契約をした人です、契約をした人に対して賃借権を対抗できますよねと、先ほどの、234と、類似の問題になりますが、先に引き渡し、つまり、対抗力を得ているので、借主さんは強制競売によって取得した契約人に対しても、そのまま、借主の立場を主張できるよというような内容になっておりました。はい、4も×でございます。はい、正解は1でございますが、こちらもですね、この担保権については宅建だとなかなか触れないところにはなるんですけれども、割と類似の問題がございまして、そちらで対抗ができるところでございます。はい、1です。自己所有の、ごめんなさい、宅建の過去問の、類似を見てまいります。 A は自己所有の公建物を B に貸していますと、引き渡しも終わって、敷金50万円受領しましたと、でその後 A が公建物 C に譲渡し所有権移転登記を得た場合、 B の承諾がなくとも、敷金が存在する限度において敷金の返還請求は A から C に承継されると、これはこちらの選択肢1の正解肢の問題と、類似のものになりますが、こちらは当然そうですよね、内容が同じでございます。はい、敷金の返還債務、言い換えますと敷金に関する権利義務ですよね、同じですは、承継されますよというところで、これさえ分かっていれば正直この担保権ってなんだろうと、で差し押さえ、貸主に差し押さえられちゃった、どういうことだろうというのが分からなかったり、この先後という関係性が読めなかったとしても、ピンポイントで1が丸にできたかなというような内容になります。はい、次がこちらになりまして、ではその先ほどの問題の敷金ってどういう性質のものなんだろうというところ、こちらはですね、賃貸不動産経営管理士はもうその資格の名前の通り賃貸に関する法律になりますので、特にこの敷金、あ、法律じゃないですね、資格になりますので、特にこの敷金についてはしっかりと知識を入れる必要があります。で正直こちら宅建のお勉強でもすでに学習しているところになりますので、対策が取れているかなというところではあるんですけれども、敷金というのは、賃貸借契約の終了までに借主さんがもろもろと家賃を滞納したりですとか、あとおタバコを吸って、壁を汚してしまったりですとか、そういった一切の債務、債権を担保するっていう性質があるのが敷金です。で、例えばですね、借主が、ちょっと今月きついんだよなというので家賃が払えなかったと、払えなかった場合、家賃滞納があった場合は、貸主は貸主の判断で家賃払われなかった、敷金から充当してやろうというふうに敷金で、家賃をもらったことにしてもいいんですね。いいんですけれども、一方じゃ借主が今月ちょっと飲み会が多くてきつかったから、敷金で家賃払ったことにしといてくださいというのができるかっていうと、こちらはできません。そういった性質のものが敷金になりますが、先ほどの、過去問でもありましたように、敷金の承継についてが宅建でもかなりしっかりと勉強したと思いますが出てきますよね。はい、賃貸人が変わったらどうなるのと、賃貸人です、貸主が変わった場合、つまり所有者ですとか、貸す側の人が変わった場合はどうなるのというと、当然この敷金については新しい賃貸人に承継されるということになっています。つまり、敷金から、例えばお家賃の滞納があった場合に敷金からそれを清算するという権利もありますし、一方、賃貸借契約が終了した時にこの預かっている敷金を借主に返さないといけないという義務も、合わせて承継するというような形がまず丸1です。はい、今度丸2です。
今度賃借人が変わったらどうなるのを言い換えます。借り主が変わったらどうなるのという場合です。で、借り主が変わった場合は原則新しい賃借人には承継されないことになっています。借り主変わることあるの？ありますね。普通のお家だとなかなかないんですけれども、テナントなんかですと姉妹店にそのまま借りている権利を上げる、借り主の立場を上げるということがあるんですけれども、そういった場合当然じゃあ敷金どうしようという話になるんですね。っていうのも今預けられている敷金は例えば A のテナントが預けたものです。じゃあ A のテナントはここから出ていきますよとなりました。でその賃借人の賃借権を今度 B というテナントに譲渡しました。じゃあ B 入ってきました。 B が入ってきたら A さんからすると預けていた敷金は当然 A が出したものなので返してほしくないですか？そうなんです。返してほしいなと。で賃借人が変わった場合に返ってこないとすると A さんはなんで返ってこないんだろうと思いますよね。なので賃借人が変わった場合は敷金はその新しい借り主に承継されるわけではなく、元の賃借人が預けていた敷金は元の賃借人に返す、清算する、もし例えば賃料の不払いなどがあった場合はそれを元に引いた状態で、債務を整理した状態で、敷金は返すと。じゃあ敷金なくなっちゃうんですかと。なくならないです。新賃借人、新しい借り主が、代わりに敷金を今度は賃貸人に対して差し入れをするというような形になっております。ここは宅建のテキストなどでも載っている、テキストが多いのでしっかりと押さえていただければと思いますが、これが入っていれば、賃貸不動産経営管理士でも間違いなく戦えるかなというところでございます。はい。でさらにこちらで3、敷金返還請求権と。これは原則契約終了後の目的物の明け渡し後に発生します。言い換えます、同時履行の関係に立ちませんと。敷金の性質としましては、クリーニング費用ですとか、お部屋の内装、例えばカビを生やしてしまっていたですとか、あとはタバコを吸っていてヤニ汚れがひどいですとか、現実的なところで言うと猫ちゃんを飼っているお家で、猫ってこう結構爪を研ぐんですよ。私の実家にも猫がいたんですけれども、その爪研ぎを柱でしちゃっていたと。でそういったもののもろもろを清算して、引いた上で返すのが敷金なんですね。じゃあそうすると先にお部屋を明け渡してもらわないと大家さんオーナーとしてはいくらで清算すればいいのかわからないですよね。わからないので、敷金につきましては敷金 と、建物の明け渡しは同時履行の関係には立たないよというルールがございましたというところでございます。はい。で先ほどの本試験でもありましたが、建物の賃借権につきましては賃借人が建物の引き渡しを受けていれば OK でしたよね。で賃借権っていうのは登記も可能なんですけれども、登記させてくれるオーナーまずいないですね。いないですねと言っても一件だけテナント のレンタルの時に、賃借権の登記がないと借りられないんですというような大きなブランドショップがあったので、そちらの話も聞いたことがあるんですけれども、私が実際に仕事をしている中ではまずお目にかかったことがないですね。賃借権の登記をしてしまうと、その建物もしくは、土地ですねを売ろうとなった時に売りにくくなっちゃうんですね。オーナーチェンジとして投資家の方が購入したいっていう時のニーズしか満たさなくなってしまうので、貸主さんが登記させてくれることまずないですねということで、じゃあ登記させてくれないと対抗力がなくて、例えば持ち主が変わった時にすぐお引越しないといけないのっていうとかわいそうですよね。かわいそうなので借地借家法で、建物の引き渡しが行われていれば、登記と同じように対抗力を持たせてあげましょうねというのが、ルールでございました。はい。こちらも本当に宅建の内容と丸かぶりですよね。はい。対抗力こちらでございます。借地権の場合は登記、もしくはそれを借りている人の名義の建物の登記がある。ただしこれの場合、例えば息子名義で建物を登記していた場合はこれは対抗できないというルールになっておりまして、息子だったらいいんじゃないのって思いそうなんですけど、無断で土地を貸しているような形にもなってしまうでしょうということで、借地上にその借地権の名義
で借地権者の名義で入っていないとダメよというような形になっておりました。で建物につきましてはメスというのもありますね。あの建物が例えば火事でなくなっちゃった、もしくは放火でなくなってしまったですとか、寝たばこでとか、そういった場合、建物がなくなっちゃった場合です。なくなっちゃったらどうなるんだろうですが、はい、借地権者が看板を建てます。内容としては、ここにこんな建物がありましたと。でも何年何月何日に、火事でなくなってしまいましたと。でなくなっちゃったんですけど、今後建物を新たに築造する予定がありますという内容を書いた看板を見やすいところにポンと立てておけば、あのたとえ建物がなくなっちゃったとしても、借地権の対抗力あるようにしてあげましょうというような内容がございました。はい、ざっと5問ほど確認してまいりましたが、はい、いかがでしょうか。宅建のお勉強、宅地建物取引資格試験のお勉強をされている方はかなりあの内容かぶるなというふうに思われた方が多いと思います。実際に賃貸不動産経営管理士と宅地建物取引士は、民法のところもそうですし、借地借家法、今確認させていただきました借地借家法と賃貸借の考え方というところもほとんど同じような知識が問われるんですね。でかつ賃貸不動産経営管理者はまだ国家資格になっておりませんので、宅建で学習した内容の基礎的な部分が、しっかりと完成していればほとんどですね高得点狙えるところではございます。ただやっぱりあの設備のところ、例えばですね床面が、エントランスのところは50ルクス以上なければダメですとか、駐車場のところは3ルクス以上ないとダメですとか、そういった細かいところがあるんですけれども、そういったところだけは対策が必要となっておりまして、そういうところはですね、講義を受ける、もしくは直前期に詰め込むをすれば必ずあの戦えるところにはなりますので、ぜひ宅建のお勉強をしている方、もしくは今賃貸業界におりまして管理のお仕事をされたいという方は、今年まだ国家資格になる前に、ぜひ挑戦していただければと思います。はい、以上で賃貸不動産経営管理士のガイダンスと、賃貸不動産経営管理士の過去問を、用いた賃貸借及び借地借家法の、内容の確認でございました。ご清聴ありがとうございました。